こんにちは。どうもどうもどうも。今日はね、陸前高田に向かってました。ここを登ってって、この上へ走ってな、これ三陸道だね。三陸道で来ればね、ここの陸前高田で降りて、そうすればそっち系さえ行けばね、奇跡の一本松とかね、市役所とか、あっちが今メイン通りになってともね、そっちの方さ降りてきます。そして降りていけば、次の信号かな、左に行けばさっき言ったメインの通りだね。そうすればね、両サイドこれこうやってね分譲してだったと思う。そこにねラーメン屋さんがね移転してきて、いつも行列だずから、ほんだら行ってみっぺーと思ってね、今日はね退職した友達ねプー太郎を連れてねやってきましたよ。はいと、着きましたよ、ラーメンほんの屋さん。まだね開店直後だから、まだ何台かしかいねえ。よすよすよす。それでは、アイドガン、お邪魔しまーす。さーてと、ここはね、このエビだしと豚骨でね、週末にはアユだしをやってる。今日はね、ちょっとアユだしは食えないけれど、こりゃあれだな、エビだしだな。ね、何食うよ。え？豚骨？そうか。だら、お願いしまーす。はいと、来ましたよ。こっちはね、私のエビだし。味噌でお願いしました。こっちはね、友達の、ね、豚骨の醤油。一口、ちょっとね、味見だけ。うわ、いい香りだ。おお、なかなかのレベルだね。ドラドラドラ。ほんだらね、エビだし味噌いただいてみっかな。うわ、こっちもいい香りだこれ。ドラドラドラ、いただきます。濃厚だね。わおわおわお、すっごいね、エビの出汁が出てるね。なんかね、柚子っぽいのもね、ちょっと隠し味に入ってるね。多分柚子だと思うんだけどな。柑橘系がね、ちょっと感じました。ほら、麺は中太だね。いただきます。こりゃ本物だね。ちゃんとね、出汁取ってらっしゃると思います。あ、いいね。豚骨もそうだったのもね、どっちもね、出来合いじゃない。ちゃんと出汁取って、これ生か、このキクラゲ、珍しいな、これ。いいね、これも。これは並ぶわけだ。はい、ということでね、行ってきましたよ。陸前高田、ラーメン、こんの屋さん。エビだしと、豚骨ね。豚骨の方はね、家系とかそういう感じじゃなくて、どちらかというとね、長浜ラーメンですね。麺も細麺で。いや、どっちもね、県内トップクラスのね、いい出すっこでした。これ
りゃね、流行るごった。次はね、ぜひ寄ってね、鮎だしをいただいてみたいと思います。いやー、食った食った。どうもどうも、ごっちゃんでした。今日はね、陸前高田の人気店、ラーメンこんのやさんの紹介でしたよ。ありがとうねー。まだ来まーす。光るリーフに波、シュの影にってか、へばねー。バイバイー。